はようございます。ジンムです。突然ですが、新企画、視聴者様のリアルあつ森プレイ環境を紹介していきたいと思います。イエーイ。あつ森プレイヤーである視聴者様がリアル世界にてどのような環境であつ森をプレイしているのか、ジンムが見たい、知りたいと突然思い立ち、Twitter の DM で募集したところ、想像していたよりもね、たくさんの素敵な部屋の写真の共有をいただいたので、バシバシと紹介していきたいと思います。好評であれば次回以降も募集するので、高評価ボタンのポチリとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。記念すべき1部屋目、ペンネーム A ちゃんさんからいただきました。待って、もうおしゃれすぎる。白で統一された空間に大きめなテレビとタブレット、そしてスイッチに映されたあつ森。左側のシェルフの中もすごく気になりますね。カバンやアクセサリー、造花かななんかも飾られていて、おしゃれレベルがすごすぎる。コメントもいただいてます。あつ森の美しい世界や動物たちの愛らしい姿、癒される BGM を堪能すべく、ソファーに座り、テレビで日々楽しんでます。iPad でジムさんの動画を見ながら、大画面で島クリエイトするのが大好きなのですが、その分、音も迫力があるので、夜中に楽器を壊すときは、親に怒られないように音量を注意しています。とのことです。いや、こんな大画面で島クリできたらめちゃめちゃ楽しそう。右側のふさふさのクッションとかも気になる。ガラスのローテーブルなんかもおしゃれにまとまってますよね。ソファーはこんな感じになっているそうです。あ、待って、ロコンさんがいます。アローラロコンの姿、白い姿で、貝殻、マーメイド家具のようなクッションも置いてあり、スイッチのコントローラーもバッチリ置いてあります。ちらっと見える奥のドレッサーもおしゃれすぎて、レベルが高すぎる。いや、あつ森の世界に来たかのような環境でプレイされているということで、おしゃれのレベルの高さに動揺を隠しきれませんが、素敵なお部屋の紹介ありがとうございます。次、ペンネームマハマハさんのお家です。わあ、今度はちょっとシックな感じで、ブラウンを基調とした環境になってますね。落ち着いた色のドライフラワーが美しすぎる。うさぎの置物も可愛い。コメントもいただいていて、テレビの周りはこんな感じです。ドライフラワーとうさぎ置物が気に入っています。テレビだと目が疲れやすいので、他の方の島に遊びに行ったり、夢見をするときだけテレビでプレイします。スイッチ本体でプレイするときは、ダイニングテーブルに座ってのんびりやってますと、ダイニングテーブルのお写真もいただきました。椅子の部分のソファーの部分が緑色、エメラルドグリーンかなのおしゃれな椅子にダイニングテーブル、真ん中に置いてあるテラリウムのようなポプラが中に入っているのかな。アイテムもアクセントとなっていて、いや、素敵な空間となってます。テレビとダイニングテーブルの使い分けっていうところも素敵ですね。ありがとうございます。次、ペンネームちかさんのご応募です。なんと黄色、めっちゃ黄色、黄色と青がアクセントカラーになっている。ポップで可愛い空間すぎる。このバナナみたいなキャラクター、なんだろう、バナナじゃないかな。いろんなキャラクターが黄色と青で統一されていて、すごすぎる。スイッチライトも黄色、ケースも黄色で、文房具もちゃんと青と黄色で統一されているところもすごいですよね。アミッフィーちゃんもお洋服が黄色と青になってます。ここまで統一感が出せるなんてすごすぎる。メッセージいただいてます。実質の机です。黄色と青が大好きなので、このような感じになっております。島栗の構想をノートに書き留めたりもしています。あ、このノートでね、書き留めてるんですね。ジムさんのような配信者の方への憧れから、砂浜にスタジオのようなものを作りました。服や家具、マイデザなども黄色や青をメインに使っています。おー、画面に映る島紹介、ほんとだ。黄色の風船と青の風船や黄色のソファーを使った島クリエイトが伺います。ネイルまで黄色と青、いや、本当にこだわりが詰まったデスク周りでめちゃめちゃ感動しました。ありがとうございます。次、続いては男性の方、ペンネームなか T さんのテレビ周りです。おー、かっこよすぎますね。ジムが気になったのは、テレビの前にちゃんとテレビ用のスピーカーがね、横長のスピーカーが置いてあるところ、あとは観葉植物、ちゃんと黒の植木鉢に生やすことで統一感を増していますよね。右側のお酒類もおしゃれに飾られていて、上のフォトフレームとかもいいですね。ローテーブルにはスマホ台もしっかりと置いてある。コメントを読ませてもらいます。自分は基本的に大画面、高音質でプレイしたい派なので、50インチのテレビで音質にもこだわってサラウンドスピーカーに低音用のサブウーハをつないでます。50インチってめっちゃでかいな。熱盛の BGM や SE はすごくクオリティが高くて、距離感やワイド感がすごいので、良いサウンド環境でプレイすると別次元です。ということで、大画面と音質がこだわりポイントの熱盛プレイ環境でしたと。解説もね、しっかりと載せてもらってます。このスイッチの置き場所をサブウーハの上にしたあたりもいいね。よく見えます。いやー、めちゃめちゃかっこいい環境でした。ありがとうございます。次、ペンネームかのさんのお部屋です。わあ、これぞゲームの部屋っていう感じのデスクで、めちゃめちゃかっこいいし、おしゃれ。メインディスプレイの下に友達同士が全部並んでる。あつ森グッズが、チョコエッグのアイテムかな、手前に並んでいるところがめちゃめちゃ素敵ですね。そしてね、2面ディスプレイってところがやっぱいいよね。あ、画面にはジムの YouTube のチャンネルを表示していただいてありがとうございます。待って、よく見たらさ、椅子に座ってるクマさんユニクロ T 着てますね。ジェラピケのたぬきちクッションもスリッパも置いてあります。徹底した熱盛環境って感じで素敵すぎる。1枚目は4月にデスク周りを光らせたくてマットやテープを買いました。ジェラピケのクマさんに T シャツを着せました。可愛すぎました。あ、このクマさんジェラピケのクマさんなんだ。素敵すぎる。あ、そしてほんとだ、よく見たらマウスパッドのあたりかな、光ってますね、青く。いや、これぞゲーマーというものはね、光らせたくなるものなんですよ。ジムもね、マウス光らせたくって光らせてます。2枚目はちょっとアップで映してもらってます。サブ島も起動時は 15.6 インチのモニターで起動しているとのことで、あ、3画面になってますね。すごすぎる。コントローラーも2つ。そして3枚目に机下マップで映してもらいました。ダイソーで買ったものでメタルラック作りました。贅沢なスイッチに台持ち幸せですとのことで、ダイソーで DIY、 コントローラー置き場もしっかりと作られていて、スイッチも綺麗に収まってます。攻略本もちらっと見えますね。上の下までもこだわり抜かれた素敵なデスク周りでした。ありがとうございます。次、ペンネームまだばれさんのお部屋です。もうパッと見た瞬間の驚き。綺麗すぎる。壁の模様がまずさ、綺麗だよね。これ元々の部屋がそうだったのかな。さらにね、壁飾りをつけることでアクセントにもなってるし、もたれかかっているクマさんが可愛すぎる。そしてテレビ周りも綺麗。スタンドみたいなやつにテレビが乗っているのかな。テレビ下にはフレグランスや友達ドールが見えるゆきみちゃんもいる。小さい小物までがおしゃれすぎます。1枚目はテレビ周りです。テレビの方を見るたびに目に入るじゅんくんとラムネちゃんとゆきみちゃんに癒されてます。いつもはテレビでジェムちゃんの配信や動画を見ながら、2枚目のソファーでゴロゴロして手持ちで集まりしていることが多いです。なるほどね。うわ、ソファーもかわいい。待って、壁にドライフラワーが飾ってある。ソファーの後ろの棚まで白で統一されていておしゃれ。ポットも白。ドライフラワーが大好きなので、熱盛のお部屋でもたくさん飾ってあるスワッグをお家のあちこちに飾ってます。いや、スワッグを飾れるお部屋が素敵すぎるな。そして3枚目のベッドではお休みの日に寝る前や朝起きてゴロゴロしながら熱盛していたりします。ベッドでの熱盛生活幸せすぎる。枕にもふわふわなベースがついていて、真ん中のトラさんが可愛いね。サイドテーブルにもフレグランスが置いてある徹底ぶり。白系で統一されたこだわり抜かれたお部屋で素敵すぎました。素敵な投稿ありがとうございます。次、ペンネームクールさんのデスク周りです。こちらも2面ディスプレイ×iPad。 片面が熱盛、片面がジムの動画開いていただいて、 Twitter まで開いていただいてありがとうございます。ちょっと待って、ジムの目にはいろいろなジャンプ作品のグッズが見えます。ジムも視聴者さんに教えてもらって配給にハマっているので、この子わかりますよ。いや、好きが詰まったお部屋ですね。キーボードがピンクと白でめちゃめちゃ可愛い。マイク環境も整ってますね。マイクアームにつれられたマイク、配信とかもされたりするのかな。机の上にあるアミーボカードやスイッチもケースが熱盛仕様でとても素敵です。手前にかかっているのミスドのポケモンコラボのアイテム、違うかな。チームも持ってます。これ思わぬお揃い。コメントいただいていて、好きなものに囲まれた環境でゲームをしたかったので、好きなものを常に見えるようにしました。スイッッチも2台あるので、それぞれで大好きな集まりをしています。左のモニターで集まりをやりつつ、右のモニターでジェームさんの配信や友達とお話ししながらプレイしています。おお、友達とお話しする用のマイクだったんだ。すごい、準備よりガチなマイクかもしれないアップの写真もいただいてます。おお、ちょいちょいわかるキャラクターがいますね。その中でもアクセサリーとかも飾ってあって、本当に好きが詰め込まれているって感じがとても素敵。ディスプレイアームすごいな、二股になってるんだね。今度初めて見た。素敵なデスク周りの紹介ありがとうございます。次、ペンネームルンさんのお部屋です。おお、これはジムも大好きなポケモンたちがたっぷり詰まったテレビ周りになっている。ピカチュウ、デネンネ、マイナ、ワンパチ、かわいすぎる。からの集まりのスイッチ、全体的に白で統一されていておしゃれ。なんか壁もさ、茶色と白の二面性になっていて、右のドレッサー側にもね、コスメ用品が並んでいて、おしゃれに見せているところも本当に素敵です。ジームさんと同じく私もポケモンが大好きで、テレビ周りはポケモンたちに囲まれています。中でも電気タイプが好きなのですが、特にワンパチというポケモンがお気に入りで、気がつくとこんなに増えてしまってました。確かにちょっとワンパチの量多くないですかアップももらってるけど犬にワン。拡大してみると実は小さなワンパチもいます。毎日好きなものに囲まれて、熱盛とポケモンに癒されながらゲームをしています。いや、これは幸せな環境すぎる。素敵な部屋の紹介ありがとうございます。次、ペンネームエミさんのお部屋です。おー、これはテレビ2台ですかね。1台ディスプレイかな。あ、すごい、2台ともにスイッチがつながっていて、下にもタブレットがあって、もう画面には困らない。デスクの上にはめちゃめちゃ可愛いフィギュアなんかが飾ってあります。あ、ひよこさんもいる。おー、テレビ画面を少しずらすと画面が見やすいのでおすすめです。チームさんいつも応援してます、よろしくお願いしますとのことで、いや、2つのディスプレイをうまくね、配置して、めちゃめちゃプレイしやすい環境を作られている。白と黒のディスプレイっていうところがいいね。モノトーンカラー、素敵なテレビ周りの紹介ありがとうございます。あ、最後、ペンネームポコシさん、熱盛の実況もされている実況者さんの環境ですね。ちょっと実況者の環境めちゃめちゃ興味があったんで、見れてめっちゃ嬉しいんですけど、かっこよすぎませんか？光ってる、とにかく光っている。まだマウスが光ってるのもわかるんだけど、マウスパッドも光ってるし、マイクも光ってない。ディスプレイをさすがの3面で、アームでね、こうカクカクカクとさせてますねヘッドホンもガチのゲーマー用のやつだし、キーボードもこれ光ってますね。実写用のウェブカメラもついていて完璧。トタケケさんが代わりに実況してくれてるのかなあ、よく見ると友達ドールがちゃちゃまるとじゅんくんがディスプレイの下にひょっこりゴツゴツした環境だけど可愛いものが好きです。本当にゴツゴツの中のワンポイント可愛さみたいなお部屋素敵。トタケケは抱っこ用です。さりげなく起きる友達ドールがお気に入り。鼻炎なのでサイドデスクからすぐティッシュが出せる便利な配置これあれか、一番くじの一番いい賞のたぬきティッシュケース、いいね、便利に使ってますね。スイッチのドックはトタケケステッカーで簡単熱盛エディション。確かにこれうまい。熱盛エディションなかなか手に入らないから、ステッカーでね DIY しちゃえばいいもんね。このステッカーどうやって手に入れたんだろう、気になります。ということで、素敵な環境周りの紹介ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は10名の方のデスク環境、テレビ周り環境、熱盛プレイ環境を紹介しました。皆さんの中でこのお部屋すごく気になったとか、いや、この部屋のここの部分参考にしたいとかありましたら、ぜひぜひコメントで教えてください。そして最初にも言った通り、もしこの企画好評であればまた次回もやりたいと思うので、高評価ボタンのポチリとチャンネル登録をしてまた見に来てもらえると嬉しいです。もうジンマンめちゃめちゃ興奮しました。すごい、思ってたより多種多様なね、部屋紹介になったのでめちゃくちゃ嬉しい。やっぱいろんな人が熱盛をプレイしているんだなってことも感じ取れたし、ちょいちょい要素を取り入れてジムの環境も整えて、いつかみんなに紹介できたらいいなと思ってます。正直今ね、あんまなんもないんですよ机の上さらちって感じなので、これから島クリエイトならぬリアルお部屋レイアウトやっていきたいと思います。またオーバーツイッターでやろうと思うので、概要欄のツイッターのフォローも忘れずによろしくお願いします。応募してくれた方本当にありがとうございました。ジンムでした。バイバイ。